こちらは竹取沖縄博物館でございます。向こうの方が近鉄宮牧駅でございます。改札口を右に取りまして、しばらく歩いていただきますと谷村医院に出ます。そこを右に取って左へ行ってあげますと、この道に通じます。後方に見えておりますのが竹取沖縄博物館別館2のかぐや姫館でございます。こちらのイベント会場になっています。ここをしばらくさらに東の方に歩いてきていただきますと、向こうの方に見えておりますのが竹取沖縄博物館本館でございます。この竹取物語は中でですね、沖縄の家は山本近くなりと書いております。まさにここに書いておりますこの公園がありますが、山本小学校跡というのがありますね。この沖縄の家は山本の近くなりということで合致いたしましてですね、古代上里製の山本駅があったところが竹取物語の里であったということが分かったのでございます。これを証明していただいたのが同志社大学の先生で森光一先生でございます。この京田辺高地の近くで教鞭を取っておられまして、近鉄宮牧駅が区画整理の事業で開発されまして、地下2メーター3メーターのところから開発が行われてですね、まさにこの地域が和道4年にあった駅制のですね山本駅だったということが分かったわけでございます。またこの竹取物語の里と言われたこの地域はですね、門脇定治先生によりまして、文献学の権威の先生でございますが、京都府立大学の学長もされておられたり、あるいは立花女子大学の学長並びに名誉教授でございます。この先生が水人古事記の中にですね、水人天皇の妃にかぐや姫という実在の人物がいる、そのお父様に大筒木足りねの巫女というのが存在するのが分かったのでございます。それがまさにこの地域であると文献学の権威の門脇定治先生が京田辺の講演会でですね証明していただいたのでございます。それによってこの京田辺市がですね、竹取物語の里であり舞台とされたところであるということが証明されたのでございます。本館の博物館をご案内いたしましょう。入り口の上の方には今は昔竹取の翁というものありけり、野山に混じりて竹を取りつつよろずのことに使いけり、なおば榊の宮津子と名むいいけり、その竹の中に元光る竹なむ一筋ありけりというように物語は展開いたしております。ご覧いただいておりますように、この博物館を建設にあたりまして、各全国紙の新聞社並びに地元の新聞社によりまして取材していただきました。また地元の方たちの有志によりまして竹取のポスターも作っていただいたのでございます。それでは博物館の中をご覧いただきましょうか。ここは本館でございまして、竹取物語のいろんなものが展示されたところでございます。地元郷土史会の皆様によりまして20年間にわたって研究してきた結果がここに展示されているのでございます。こちらが受付でございます。受付には館長であります小泉義隆氏の研究された成果が本として出版されました。第一冊目は稲作民族の源流、またこの竹取博物館の常設展の解説書といたしまして竹取物語現代稿というのも作られました。また館長はマスコミで活躍されておりましたので、マスコミ一代記並びに民族学を長年研究されておりまして京都民族といったような本も出版されました。また京著でございますが京都の地名検証という中にもですね、この京田辺地域の地名をですね発表されたのもたくさんございます。その他雑誌社もたくさんの取材が見えておられました。この博物館では現在図書館では入っておりますが、書店では売られていない本がこの博物館によって買い求めることができます。この博物館の中は現在郷土史家たちによって展示された研究されたものがずらりと展示されております。
かぐや姫の誕生シーン、並びに竹取物語が起承転結であるということを表す展示物でございます。竹取物語を参考にしたその後の源氏物語の紫式部は、竹取物語を親として源氏物語を書きました。ちゃんと原文に書いております。ですから源氏物語は竹取物語がなければ存在しなかったということが言えるのではないかと思われるのです。現存しております竹取物語の原文はこのような崩し字で書かれております。しかし本来詳しく調べていきますとですね、平安時代の初め830年頃に漢文で書かれたものが原文であるということが分かっております。そういうところからいろいろ研究してまいりまして、小舟氏空海がですねこの竹取物語を書いたのではないかということが分かってまいりました。それらを展示したのがこちらの本でございます。郷土史会の皆様によりまして竹取物語の地名起源説を述べたのでございます。故にこの竹取物語は古事記の中に存在いたしております水仁天皇のかぐや姫という人物を主人公といたしまして、そのお父様に大つつき足利王というのがいらっしゃいます。この大つつきのつつきは京都府つつき郡であったつつきであり、慶太天皇のつつき宮のつつきでもあります。つまりこの地域は右側にございますように山城大つつき真赤の御子というところがあるところから、文献学の権威でいらっしゃいます京都府立大学の門脇定治先生によりまして古事記の系図を書かれたのでございます。その系図をアップしたのが今ご覧いただきましたこの大続き足利の御子の証明するのでございます。まさにこの時代は今までの学会では存在しない神話であると言われてたのですが、権威のこの門脇先生がこの京田辺に存在していたということを強調されました。これによりましてこの京田辺の地域がかぐや姫の里であるということが実証されたのでございます。また考古学の森光一先生もこの京田辺高地のこの山本の近くで教鞭を取っておられまして、地元の講演会でまさにこのかぐや姫の里はこの京田辺を舞台にして隼人が存在したのでもあるから、京田辺が竹取物語の舞台とされたことであるということを証明していただきました。その証拠として近鉄宮牧駅の地下からですね2メーターから3メーターの地下から和道開地、それから払い串、それに円面すずり、それから勾玉の作りかけのものなんかが見つかりました。これによりましてこの山本駅と地域は平城京から最初の馬屋にあたる山本の駅のあったところということが証明されたのでございます。太宰府へ行く古山陽道、京都の北部へ行く古山陰道の都から最初の馬屋にあたります関所の役目があり、都を守る防衛的な役目も存在したのでございます。この山本駅は和道4年の古事記のできた頃にちゃんと古文書にですね食日本儀の中に書かれております。最初に山本駅、次に葛原駅、次に大原の駅というようにちゃんと明記されております。これら地元の人たちの京田辺市郷土史会によりまして、さらに研究を続けてまいりました結果、普賢寺の遺跡の中に大続き足利の墳があるということも分かったのでございます。この竹取物語の中でこちらのコーナーでは5人の貴公子のことが描かれております。かぐや姫は3ヶ月で成人します。美しいかぐや姫を求めて時の壬申の乱で活躍した5人の貴公子がやってまいります。求婚にやってまいります。かぐや姫はその求婚者に対して難題を課すのです。しかしこの5人の貴公子に出した難題は現実には存在しないものばかりだったのです。ですから誰もその難題のものを持ってくることができなかったのでございます。宝貝、さらには中国にあるような龍神信仰の龍の首の玉といったものも所望しております。次に
かぐや姫全体、竹取物語を眺めておりますと新鮮思想があふれているのでございます。じゃあこの地域に新鮮思想に何かあるのかと調べ出しますと、実はこの山本の近くに井岡山というのがございまして、その中に戸塚古墳というのがございました。その中から明治時代に3つの鏡が見つかったのでございます。まず1つは新人シャバ画像鏡、次に新人カブ画像鏡、最後に変形一新四重鏡、四重鏡の中でも一番古い単純化された鏡が見つかりました。この鏡は皆さんご存知のように卑弥呼のが義の国からいただいた100枚の鏡は3世紀でございます。しかしこの鏡は2世紀から3世紀さらに古い鏡なのでございます。つまり卑弥呼の邪馬台国があった時よりも古い時代に中国からこのような鏡をいただく人たちがこの地域に住んでいたということが証明されるのではないかと思われます。現実に買い求めてまいりました中国の鏡新人シャバ画像鏡はこのぐらいの20数センチでございます。その他こちらの展示物では竹に関するもの、また大隅隼人からやってまいりました隼人集団による月読神社の存在がこの京田辺にあったのでございます。隼人は九州の南部から奈良時代に都の近くに移住をしてまいりまして、都のいろんな行事に参加させたのでございます。一つは大嘗祭などの重要な儀式、もう一つは熊襲のように怖い存在であったので、こちらにございますようなこういう盾ですね、これは平城京の井戸から見つかったのでございますが、この盾を持って門番をするとかですね、そういうふうなものに重用されたのでございます。でこの隼人のこの逆 S 字紋はコモンゴロイドを表すのでございます。このコモンゴロイドは古くペルあるいはイスラエルまでこれを見届けることができるのでございます。隼人は九州の方から竹を持ってきてこの京田辺の近くにたくさんの竹を植えたのでございます。現在竹の子で食べる孟宗竹は江戸時代からです。京都の長岡とかそういう他の地域では孟宗竹が有名です。これは江戸時代からなのです。ところがこの京田辺には奈良時代平安時代の頃にこの竹が植えられた竹、つまりマダケ、ハチクといった竹がたくさんございます。これが竹取物語に登場する竹なのでございます。かぐや姫は満月のになりますと月から使いが参りまして月へ帰って参ります。その時に月の使いの方は実はかぐや姫は月の世界で罪を犯したのですというんですね。そして地上界にから生まれ出たんですというんですね。竹から生まれ出た。また使いの方は帝とそれから沖縄に不老不死の薬を置いていくわけです。この不老不死の薬が大事なのでございます。まずこの不老不死の薬を帝はかぐや姫のいないこの世の中に長生きできる薬があってもしょうがないから駿河の不死の山へ行って燃やしてきなさいというところで場面は終わります。つまり駿河の不死の山、現在の富士山でございますが、この富士山は月に一番近い山であり当時煙の上がってた山であったので作者はこの富士山を登場させたのでございます。しかし当時は富士山と言わずに不死の山であったと言われてるんですね。つまり信濃山ですね。この信濃山は京田辺には今ご覧いただいておりますように神奈美山を指すのでございます。この神奈美山は月読神社、縁起式内の月読神社、隼人の信仰する神社であり、この月読の御事がこの神奈美山から降臨さし祭り事を行ったということに言われております。このように京田辺は竹取物語の舞台とされたところをご覧いただいたようによくお分かりいただけたのではないかと思われるのです。先ほど申しましたかぐや姫は月の世界で罪を犯した。この罪が何なのかを長いこと分かりませんでした。ところが
実はこのかぐや姫の誕生したシーン、皆さんご存知だと思いますが、竹を切った時にかぐや姫が誕生します。光り輝くところからかぐや姫が誕生するんでございます。実はこれはイエス・キリストが生まれたのとオーバーラップするんではないかということがクリスチャンによって分かってまいりました。つまりイエス・キリストは、人間は全て罪深い、その罪を全て背負って自ら貼り付けになって亡くなられたというんですね。そしてその3日後に復活した。この復活した、まさにかぐや姫の誕生シーンはこのイエス・キリストが誕生したものとオーバーラップするのでございます。イスラエルの現地へ行って見てまいりました。イエス・キリストが生まれたベツレヘムにも行きました。このように光り輝くところで生まれたのでございます。まさにかぐや姫が誕生したのを彷彿させるのでございます。それから不老不死の薬からいろいろ研究してまいりますと、実は秦の始皇帝が徐福に命じて蓬莱山へ行って不老不死の薬を取ってきなさいということが皆さんご存知じゃないかと思います。その場所が実は沖縄の手前にございます徳之島ではないかということが分かってきたのでございます。そこはご覧のように泉重千代さんが、ギネスブックに載った泉重千代さんがいたところでございまして、現在でも90歳100歳の方がたくさん生きておられます。つまり不老不死の島であったわけです。蓬莱山であったわけですね。その紀元前200年頃からその400年後、つまり紀元230年あるいは40年の頃にですね、実はその徳之島に邪馬台国があったのではないか、卑弥呼の邪馬台国があったのではないかということが分かってまいったのでございます。ここに展示しておりますのが邪馬台国論争に終止符というところから魏志倭人伝を読んでおりますと、その中に書かれている 70% とか 80% 近くがこの徳之島にバッチリなのでございます。詳しいことは時間がないので展示物をまた見ていただいたらいいと思うんですけども、今ご覧いただいておりますように卑弥呼の弥生時代の墓シャーマンの遺体もございます。また徳之島は魏志倭人伝に山は単なり、つまり赤土があるとあります。このような赤土があるのでございます。現在大和説九州説にこんな赤土がありますでしょうか。また卑弥呼の像も見つかっております。その他先ほどの像ですね、その他シャーマンはですね卑弥呼でございますので、ユタとかノロという人たちもたくさん現在でもいらっしゃいます。その他この地域が不老長寿の薬のあるところということも分かってまいりました。岩からにじみ出る岩清水がですね、その老化防止の役目を果たすということが科学的にも証明されたのでございます。その他宝貝の交流が中国ともございまして、古い時代からこの宝貝は中国では貨幣として使われていたのでございます。つまりこの地図、四海四つの海の中華と恵比寿、日本を表す地図がございます。この中国の右の方に日本国という真ん中に書いておりますね。その真下に和と書いております。まさに邪馬台国は和国と言われております。和というのは書いている、非常にこの南の方に和があるということを証明する地図なのでございます。これは非常に貴重なものでございます。その他この弘法大師空海からですね、イエス・キリストのことまでも分かってまいったのでございます。こちらの方は、空海が遣唐使としてですね行ったところでございます。空海はまず最初に長安へ行きました。国際都市である長安へ行ったのでございます。日本の平城京、それから
平安京の五番の目のようになったところが長安でございます。この右上の方にある大極宮と書いてあるのが天皇のおったところでございますね。でこの左上の方に大神寺と書いてございます。大神寺は慶教の寺院だったんです。空海は長安へ最初に遣唐使で行った時にこの大神寺へ行ったのです。記録によりますと空海はここで復活を学んだと記録に残っております。またこの下には常泉寺というのがございます。ここで般若三蔵からサンスクリット語を学んでおります。その他西明寺、それから最後にこの右横の方にございます清流寺へ行ったんでございます。この清流寺ではインドから来た大僧正の慶化和尚から密教の本髄を学んだのでございます。祈祷の仕方、そういったものを学んだんです。空海は日本で奈良の大安寺なんかで、真言密教の全てを学んで、きましたので、新しい密教のものを学ぶだけで3ヶ月で全てマスターしたと言われております。ですから本来は指導僧で行ったので20年間行かなきゃならなかったのですが、慶化和尚から早く帰って日本へで密教を広めてくださいということがあって早く帰れて日本に密教は伝わったのでございます。現在中国ではこの密教、真言密教はなくなっておりますので、日本が唯一の密教法でございます。その他空海が書いた絵文字がございますね。この絵文字の中に、つば九郎の小安貝とか、それから龍といったようなものに関して空海は非常に関心を持っていたというところから、作者は空海ではなかったのではないかということが分かってまいったのでございます。またこちらの方には大阪芸術大学様によりまして、学生様が、歴史ミステリーと題したドキュメンタリー番組を制作していただきました。博物館に来ていただきますと、これらの空海説がですね、詳しくご覧になっていただけるのではないかと思われるのでございます。なお地元の染色作家の玉井芳泉さんによりまして、竹取物語絵巻の中からの絵をですね、この襖絵に描いていただきました。その他地元の方たちによりまして、かぐや姫の里、京田鍋といったこのような雑誌に投稿していただいたり、あるいは最後のかぐや姫のラストシーンに隼人が登場しますね。伏の山が登場します。これらの絵柄なんかも展示していたしております。またこの博物館に来られた方で3年間子供ができなかった方が、博物館を訪問された後直後に子供さんができることになりまして、この博物館は子宝の神であるというところをお話しておりますと、友人がですね、実はかぐや姫神社の祠を持ってきていただいたのでございます。それで神奈美山からかぐや姫の御事を降臨させまして、ここに勘定させていただきました。この神社が非常に人気を博しておりまして、皆さんここでいろんな願い事をですねされてるのでございます。また沖縄はその後も竹を切るごとにザクザクと小判が出てきたのでございます。ですから多宝の神、多くの宝を生み出す神であるということも分かってまいりました。また竹取の庭には黒竹とか、それから金明竹という非常に珍しい竹も植わっております。また蓬莱山にある竹といわれる蓬莱竹も植えております。まさにこの蓬莱竹は竹取物語の不老不死のあった山の木なんで、竹なんでございます。非常に珍しい竹が植わっておりますね。館内に入っていただきますと、戦争と平和展というのも展示することにいたしました。真珠湾攻撃から始まった
第二次世界大戦、新高山登れ、それから幸福文書を調印したミズリー号、また南太平洋のトラック諸島では日本人の方たちがたくさん亡くなり、ゼロ戦とか藤川丸、イーゴー潜水艦というものが現在サンゴ礁に沈んでおりまして、この場所は今アメリカ人の世界のスキューバーダイビングのメッカとなっているところでございます。またベトナム戦争、クチのトンネル、並びにアウシュビッツの大量虐殺現場と言われておりますが、これも実はこの写真をモンタージュいたしまして、本当に大虐殺が行われたどうかわからないというようになりつつあります。その他ドイツの東西の門、ブランデンブルー門、このミニチュアは一般の方から提供いただいたものでございます。この他原爆現場の模様の写真とか、リンドバーグの写真、さらには南京大虐殺はなかったんだといったようなことも展示いたしております。次にこの博物館を出まして別館をご紹介いたしましょう。別館には土蔵の蔵でございます。その蔵へ行くところには当店ポールとか農具、並びに地元の小学校でシュタイナー教育をやっておられる子どもさんたちが来られまして、絵日記にして感想文を書いていただきました。また民族的には工芸品なんかの古いものも一部展示しております。2階の土蔵は非常に珍しいので、土蔵の蔵を展示場に、開放することにいたしました。この中の1階には館長のマスコミ一台機と題した展示をされております。館長は、高校時代にカメラに興味を持たれまして、カメラマンとして一生やろう、生きて抜こうということで、カメラマンから8ミリビデオ、それから16ミリへと勉強され、その後映画館へ行こうとしたら映画は斜陽産業になりましたもんですから、地元の放送局の京都放送局へお勤めになられました。京都放送局では報道部に所属され、放送記者として活躍、またディレクター、ラジオのディレクター、テレビのディレクターをされ、その後プロデューサーとして退職されたのでございます。現役時代には編成部の進行のところにもおられまして、映画の予告編なんかも撮ったり、されておられました。またラジオの時代には高橋智也とか上岡龍太郎、室口明といった人たちとも交流がございまして、一緒に番組を作ったりされておられました。また珍しいのには南春夫のサインなんかもですね、宇治の温度の下に来られた時に、歌を来られた時にですね、サインをいただいたり、また道楽が道楽を生みましてですね、アマチュア無線をやったり、あるいは海を潜るスキューバダイビング、 陸上の撮影だけでは物足らないので海の撮影もしようじゃないかということでスキューバダイビングを始めたのでございます。次に2階は世界の民族を展示いたしております。館長は世界50数カ国を民族の研究に、参られました。一番面白かったのはこのチベットだということですね。チベットにはチベットマンダラ、さらにはチベットのこの密教がですね、日本にも伝わってくるのでございます。こちらのポスターにもありますように、ダキン支店というのはね、非常に有名な写真、それから像ですね、仏像、ここまでチベット密教を追求したのでございます。また日本の千手観音像、本当に千本のある観音像のあれもこういうチベット、インドから伝わった仏教がチベットに伝わり、チベットから
モンゴル、中国、日本へと伝わったのでございます。また中国の民族としては三星体といいまして、四川省にあります謎の中国文明と言われている、ものも最近発掘されました。その他秦の始皇帝の兵馬を並びに北京原人、それから青銅鏡、兜遺跡といったように日本の稲作民族がこの長江文明から直接日本にやってきたということも解明され、今まで黄河文明が古かったのが長江文明の方が古いということも判明したのでございます。また右の方にはインドの民族ということで、インドのヒンズー教を勉強しに参られました。インドでは現在ご覧いただいておりますようにヒンズー教の女神がたくさんございます。この中に日本の仏教があるんだということでございますね。その他こちらの方にはアンコールワット遺跡、それから韓国の綿ですね。でさらに左の方にはエジプトの民族、エジプトは死後の世界も生き続けるというところから、エジプトの被葬者はミイラにして保存されますね。でそこに生き返るというところから生活用品もそのお墓に持ち込んだりするんでございます。有名なのにはツタンカーメンの像なんかもございます。かつてはエジプトの博物館はカメラを持ち込んで写真を撮ることができましたが、最近では考古学博物館はもう写真を撮ることができなくなりました。その他オーストラリアのアボリジニー原住民ですね、それにペルーのマチュピチュ、ロシアのマトリョシカといったようなものも一部展示しております。この他のいろんな展示物は現在収蔵庫に入っておりまして、管理棟の中に保存しておりますので、またおよい展示会を行った時にご覧いただけたらいかがかなと思っております。この他にも現在準備中でございますが、世界の石、例えば石器時代の石とかですね、それからキラウヤ火山の溶岩、そういった非常に珍しい石なんかも現在展示の準備をいたしております。またご覧になっていただけたらいいかなと思っております。以上、竹取沖の博物館からお伝えいたしました。